なんか落ちちゃいました。音と映像来てますか？ごめんね、なんか落ちちゃった。通信障害だと思う、多分。聞こえる？ありがとう。楽しんでってね。ドレさんやばかったね。いや、なんか落ちちゃったね、ドレさん。もう一回上がってこないかな。もう一回上がってきて、ドルさん見てたら。聞こえてる？ありがとう。なんだろうね。相性悪かったのかな。ドルさんのところ全然コメント流れないよ。何だったんだろうね。声ガラガラだったけどね。しゃがれ声にも程あるよね。はい、ワドツー、こんばんは。大丈夫かね、大将ね。もう来なくていいの？ドルさんとのコラボとか、俺の枠ではやったことないからね、コラボ枠ちょっとやってみたかったけど。いや、顔が面白いから、つって、これ、この顔はないわ、ってずっと言ってたんだけど、コラボって繋がるまでちょっと時間かかるんだよ。ドルさん何だったんだろう。メガホンありがとう。ドレさん来てるかな？もう一回上がってほしいよね。多分今枠取り直したからすぐつながると思うんだけど。長州力？長州力じゃないでしょ。ドレシンだよ、ドレシン。ドレシンだよ。しょ、なんかね、最近アンチに怒鳴りすぎて声しゃがれてるんだって。間に合わなかった。いやいや、ドレさんが何にも話してないんだよね。はい、ワード2。声だけ親方だった。そうなんだよね。なんかね、凸上がる人焦るんだよね。つながるまで待てないんだよね、なぜか。はい、ワドツー、こんばんは。楽しんでて。声帯がね、やばいんだろうね。歳かな、もう。メガホン50個もありがとう。23号さん、ありがとう。メガホンたくさんありがとう、いつも。ドレさんもう死ぬのかな。やだよ。ドレさん死んじゃやだよ。こんばんは。タバレとか言っちゃダメだよ。ドレさんにも死んだら悲しむ人がいるんだよ。あのさ、ネットで死ねとかひどいこと言うのはね、言葉のね、ネットスラングなのは重々承知で分かってるんだけど、俺は嫌いだな、なんか死ねとかで笑うっていうのは下品だよ。それで傷つく人がいっぱいいるっていうふうに思うとさ、なんか俺は好きじゃないな、死ねとかバカとかカスとか。でね、俺のアンチのね、これ特徴なんだけど、これもうズバリ答え言うね。ズバリ答え言うけど、全員関西弁なの。わかる？全員漏れなく関西弁なんだよ。気づいた？俺が大阪人嫌いって言ったのわかった？嫌でしょ。これ気づいた？みんな。全員関西弁なの。いや、本当に。あ、来た来た。もしもし。聞こえますか？ちょっと待ってね、ドルさん。ちょっと待ってね、聞こえる？聞こえるけど、声が出ない。
聞こえあ、てんの。よかった、つながったね。なんかね、さっきから聞いてたんだけど、窓には多分声クリアに聞こえてんだけど、ラジオコラボだと、おじいちゃん。ブツブツしちゃって聞こえないんだよ。いや、みんな聞こえてるよ。大丈夫だ。今繋がってじる。ゃあ、みんな聞こえてるみたいだけど、いや、今聞こえてるんでしょ？俺とドレさん。会話できるんでしょ？今ね、今できるね。だけど、あれだよ、他の人の聞いてると、ブツブツしちゃって、今日ダメだ、放送、多分できないよ。ドレさん、何、泣いてるの？いや、安城さんにね、首をチョップされてさ、声出なくなっちゃったんだよ。さんにチョップされたの？首ただでさえ痛めてんのに？チョップされた。え、それ放送中に？放送中に。かわいい。そあのんま。声いいよ。っていうかさ、どれさんもったいないのが、その声で雑談めちゃめちゃ面白いのに、絶対動画化されるよ。聞きづらいでしょ。声いや、出ない。違う、分かってない。聞きづらいんじゃなくて、それをひたすらなんか、もう全然聞き取れないぐらいで30分やってごらん。もうアンまあチね。大喜びだから、まあね。分かってないな。ただね、これがね、長期化しちゃうとね、本当にやばいからさ。やばいけど、30分とか喋り切ったら絶対いい動画になるから、これ笑い取れるよ。いや、今日は絶対やるべきだよ。ふわっちのラジオコラボってやばくない？いや、俺、ドルさんの、まあ、ドルさんの声の方がやばいけど。いや、そうだけど、他の人の最初のさ、なんとか腐った卵じゃなくて、なんとか卵さんって言ったじゃん。和道の声はクリアなんだよ。別にその人の声もクリアなんだけど、なんかプツプツしてんのよ。する人が相性なんだから、フワッチが悪いのよ、サーバーが。ふわっちのサーバーシステムの問題、これは。あの人動画で上がったじゃん。だから最初は調子良かったんだけど、途中からもう、プツプツなのさ。あ、そうなんだ。聞き取りづらかったんだ。俺もやってみて分かったんだけど、俺はクリアに聞こえるわけ。向こうも多分、俺とこう、LINE で話してる感覚なんだけど、実際はさ、リスナーが、まあ、聞こえないってわけじゃないけど、プツプツするんだよ。ああ、しょうがないね、それはね。それ以前だけどね、今回。ふわっちはね、ちょっとコラボのね、システムを再開発した方がいいと思う。ツイキャスとかと比べてあんまり良くない。まあまあまあ、今聞こえてんならいいけど。全然大で丈夫もだよ。さ、ほら、石川紀之も、ナーボーも、多分、便所も、ポリープやってんだよね。ポリープの切除。だから、喉、やばいかもしんないね、それね、もう1週間以上その状態だから、多分やこられれ。いや、てると思うよ。それなのに、チョップされたんだって。じゃあ、小橋健太みたいな胸にチョップじゃなくて、首にチョップされたんだ、天竜さんのチョップ。それじゃ完全に出なくなっちゃった。いいじゃん、なんかオカマキャラみたいに見えてきた。なんでこのサムネとさ、このサムネとそのガラガラの声で、なんかすごい可愛いよ。オまあ、カマみたい。オカマでしょ、これ。喋り出すと出る時もあるけど、まあ、何言ってるかわかんない上に、天竜みたいにさ、さらそうにだわね。かんない。そう、さらに長わ州かん力ない。とか天竜さんみたいなポジションになればいいじゃん。面白いよ。いや、チョップはないなと思って言いたかったから。ほぼないなって言われても。今日は放送なし？花火すごいね。ありがたいですね。いや、めだっちゃめてちゃ。昼ワークも20発近く飛んで、夜撮り直す前もそんぐらいってさ。そう、デイリー7位だったよ。ね、すごいよ。ねえ、ありがたい。いい調子だよ、今。ねえ。いや、この年でチョップはないよね。さ、一個気になってたんだけどさ、このサムネイルの画像ってどこで撮影したの、これ。これ大阪で、これはね、ファンクラスのね、会場、夏場撮ったの。夏場撮ったの？俺の弟子と二人で撮って、その人はちょっと切ってあるんだけど、
特に意味はなくて。なんかゴキブリみたいに黒光りしてるけど大丈夫これ？これ夏だったから、撮った。お。ゴキブリって言われてんだから、ゴキブリらしくていいじゃん。ピッカピカだけど大丈夫？なんかすげえシュールなんだけど。今日はちょっと出ないだろうな。っていうか、今日はいいけど、これでさ、1週間とか出なかったら、ほんとやばいから。そうだよね。今日病院も行ったんだよ。行ったけど、もう苦笑いするだけで何もしてくれなかった。え、ポリー薬プくは？れたけど、ポリープはまだそういう段階ではないんだろうけど、まあでもこんだけ喉をしょっちゅうやってるってことは、やるかもしれないね。ちょっと気をつけた方がいいよ。その声の出なさ加減はちょっとやばいと思うよ。いや、風邪とかそういうレベルじゃなくて、もう声が出ない。まあ、しょうがないね。しょうがないね。しょうがないよ。しょうがないでも、ね。本当にね。医者はチョップしないでしょ。最近さ、どこの枠でも一コメしただけで、こういうのアンチ凄まじいからね。俺まだ何も言ってない。あ、こっちぐらいしか言ってない。ボロクソ言われてるから。多分、今ランキングやったら嫌われてるランキング、すごいと思うよ。ボーレさんトップじゃないの？嫌われてるランキング。尋常じゃない切られ方だ。なんでこんな嫌われてんの？あのさ、しかもさ、ドレさんの嫌われ方って、お約束の嫌われ方じゃなくて、本当に嫌いみたいな嫌われ方じゃん。いや、おじいちゃんだからよく切れるからだ。そう。もうね、老害なんだよ、老害。老人的な切れ方だから。なんで、老害って使われないのかっていうとさ、見た目が若いからさ、いや、老害って使われてる、みんなに扱老われて害る？って。老今、害っ老て。害って流れてる。本当昭和の人間だよね、ドルさんね。だからね、話以前に、今日どういうトークしよう以前にさ、声が聞こえないから何言ってるかわかんない。普段ですら何言ってるかわかんないって言われてるのに、ろれつがね。もう滑舌とか嚥下とかそういう問題、喉、声が出ない。じゃあ、まあ、ワドに言われた通り、後で30分ぐらいやるけど、多分、今はすごいこう、喉を手で押さえて出してるんだけど、いや、多分出ないね。ダメ、出なければ出ないほど面白いから、しかも、声は、ドレさんね、じゃあ分かった、俺が台本書いてあげる。ドレさん、そういうの苦手だから。声はガラガラであればあるほどいいね、まず1点目。で、今度、コメントを読み上げたりとか、今日声調子悪いんだよっていうトークじゃなくて、30分間映画でもプロレスでも何でもいいから、もうひたすらガラガラの声で何言ってるかわかんないけど熱く語って、それが面白いの。それが多分欲しいの、動画職人さんは。マックスアンチより俺の上ってそれはないでしょ、いくらなん話で聞いてねえな、全も。聞い然。てるよ。話聞いてねえな、ほんと相変わらず。本当に話聞かないよね。狐やってんだけど、何にも面白くないんだ、俺んとこ。面白くないね。小手半の方がまだマシなんだよ。本当狐やね、ってもいいけど。ドレさんね、本当ね、ドレさん気づいてないけど、本当に人の話聞かないよね。いいじゃん、別に配信者とか。まあね。でもね、俺ね、今まで人生いろんな人と会ってきたけど、ドレさんほど人の話聞かない人、俺初めてなんだよ。いや、ワドはまだ会話成り立ってる方だよ。いや、成り立ってるように見せてるだけだよ。俺は成り立ってないってずっと思ってるよ、毎日。いや、でも成り立ってる方は俺にとっては成り立ってる方だ。じゃあ、俺がだよから、く、うん、じゃあ、俺がうなずいてるからでしょ、それ。リスナーさんもだけどよく、何の話をしてんのってよく言われるな。いや、俺的にはフラグを回収しようと思って、いや、俺ね、違うよ。客観的に見て、ドレさんの放送どういう風に楽しまれてるかっていうと、コメント全くないのに、いやー、そうなんだよ。それでね、つって次のトークが始まるから、え、どのコメント読んだの？と思って。俺だけ、エアブコロッメンク、トだ。エアコメントっつうか、もう脳内で、なんか、あ、そう、それ、みたいな、それはねえ、みたいなことを言い始めるから、え、俺、なんかブロックしてるコメントあんのかな？みたいな。そ気れ取はるんただよ。単にお前がブロックするやつ。違うんだよ。俺今ブロック全解除してるから、そんなコメントないんだよ。わかる？で、やっぱりいやー、ドルさん病気なの。まあ、病気は病気だと思うけど。
病気だ。今回はちょっと辛いわ。ちょっと。喉のこれ、話？他のことはいいけど、喉の話？そうそう、喉が、声が出ないのはちょっと厳しいね。それさ、オープニング10分間ぐらいさ、喉の話散々聞いたけど、そのくだりまたやるの？だってそれぐらいしか、声出ないからないもん。乙女かよ。なんかね、そう、ドレさんとね、会話してるとね、女の子の会話みたいなの。女の子ってさ、女子高生ってさ、何々だよね、何々だよね、何々わかるでねって言って別の話ごすんの。めん、出え？前来ちゃった、出前。嘘だろ。嘘だろ、本当に。